500校は今のペースでゆるゆるやってたもんね。そう、そんな気がした。500校はもう本当にちょっとルール変えれば今でも集めちゃうことは可能です、うん、本当に東進と同じように2年で3万人になりますよ、うん、2年で3万人になっちゃったらね、うん、今年でね、まあコロナで分からないですけど、うん、予算上はグループ年商100億円でロイヤリティが 15% なんで15億円、まあ、皆様からいただいてるわけですけれども、うん、3万人になっちゃったらこれグループ年商300億円でロイヤリティで45億円入っちゃうってことですか、うん、一気に1万人から3万人になる2年ぐらいでなるっていうのは、うん、この本当にこのキャズムの水を超えるということで、それはそういうことがビジネスにおいてはあるんですよね、うん、武田塾はね50人とか100人しかいなかったのに早い段階からリスクを背負ってですね、信じて皆さん1000万ずつ投資してもらって累計33億円投資していただき330校舎になり力を貸してもらうという大変なことをしてもらって、ここまでこれですね、オーナーの皆さんとですね今働いているメンバーの皆さんにはね本当に感謝なんですけれども、皆さんと交流するのに Facebook グループがありまして、まあ毎日活発にまあ、くだらないことからですね、最近なんか仮面ライダーの話かなんかもらえたんですね、 そうね、雑談グループもあるし、最新の入試どうするかとか模試とかどう考えていくかとかね、そういうことでも真面目に議論されて、そういうグループがありまして、そこで一番メインのグループ、そのグループの画像がこちら、成功ノウハウ共有グループってのがありまして、目指せ塾生数1万人全国制覇って書いてあるんですけど、うん、達成しちゃいました。そうね、うん、変えないと最後はコーチだったのかな、うん、開校でしたのはね、開校はコーチ、加盟金入金ベースだと鳥取島根、鳥取島根なんでしたね、なんですけど全国制覇をして1万人もなって次の目標決めてください。これ難しいんだよね加盟コースっていうのは、だからそこまで意味は持たないっていう、生徒数で意味を持たせてるからっていうことなんで、そうですよね、でもやっぱり、ね、逆にその加盟コースを追い求めて無理な加盟をさせてはいけませんからね、うんうん、だけど分からないですよ、ここからね、本当、はい、人口5万人の町にもできていくと、さすがに堀江さんのパン屋の人口6000人にはできないけど、うん、考える側になっていただいたら分かりますけど、これでね500の目標を立てるっていうのはねあんまり良くないですよね。もうすぐなっちゃうよ。そうなんですよ、500っていうのはね、うん、本当どうやったらいいかって言ったら近くにも作るようにしたらすぐ今500いっちゃうでしょ。それじゃあやっぱりダメなんだと思うんだよね。もうね1年で行くとは思わないけど500は見えちゃってるよね。微修正で行きますね、800を目指していくんだろうなというふうに思ってます。まあね800校って言ったらもうちょっと今の武田塾が流行らないと作れない気がしますよね。うん、そう考える、うん、500校は今のペースでゆるゆるやってたもんね。 そんな気がした。500校はもう本当にちょっとルール変えれば今でも集めちゃうことは可能です。やらないけどね、うん、ちょっと高い目標ということで校舎数800、生徒数は生徒数はやっぱ3万ですよ。次は3万、うん、もう3万になってくるとね完全に世界が変わってて、うん、東進とかマナビスとかと負けちゃいるけど並んでる感じだと思いますよ。だってこっちの方が伸びてきてんだもん。東進は自称ハイスクール99校、衛生予備校約1000校で生徒約12万人という12万人いるのか。武田塾が3万人になるってことは、うん、そこから1万人ぐらい減るの、少なくとも2万人減ってるかもしれない、うん、新しい方だから注目を浴びるよね、うん、3万人に行ったらこのいわゆる同じリングに行くみたいな。そうね、まだ全然同じリングじゃないよね。全然まだ同じリングじゃないですよ、ね、まあ、ちょっと持ってるとは言っても 10万人いたとしたらまだ10分の1だもんね、うん、だこれはまだ同じリングじゃなくて、まあ、別なところで、にいるというところだと思うんだけど、3万人だったらそっちへ行ける、そっちで戦える、うん、もしかしたらこれは勝てるというね、そういう方向に行くっていう、それが3万人です。800校塾生数3万人なんか他にありますか。そんなもんですか目標は。そんなもんでしょうね、うん、それがキャッチーでですかね。東進、河合、駿台さんと同じリングで戦えるぐらいになりたいですね、うん、四谷学院さんの背中は見えてきましたね。まあそうね、グループ年商140億円ぐらいらしいんで、うん、あちらはね直営主義だしね、フランチャイズじゃないそうなんでね、うん、なんで来年再来年にはそうね追いつき追い越したいなみたいなふうに思ってますけど、四谷学院さんちょっと超えたらちょっとね感慨深いですからね。そうね、結構有名ですかね、うん、はい、というわけで、まあ、1万人1万人超えたというお知らせでした。はい。